ステレオタイプな科学者の例科学者は、主として科学を研究する研究者である。科学を意味する、ケミストリーは、ギリシア語の雑多な素材を混ぜ合わせるという言葉から由来したと言われるが、その本来の語源はアラビア語である。日本語では、生理学と表記したこともある。語源的には、アルケミストと同じ。最初の最も著名な科学者は、 バーゼル大学医学部の教授だったと言われるパラケロススで彼はタロット占いのカードの位置に描かれている魔法使いのモデルとしても知られている現在では意味は科学に携わる研究者のことに限られる他の学問領域との境界領域に携わっている場合どう呼ぶかについての明確な定義はない時折科学者と取り違えられたり混同される場合があるが 科学と科学は分野の内容や範疇及び定義が異なるために似て非なる存在である。科学者というと長い白衣を着て手に主見感を持つというステレオタイプがあるが実際にはそのような科学者は少ない。長白衣は袖を引きかかりかけるため瓶や器具を点灯させるため危険とされ基本的にはニチェット式の白衣を着用する。 ももとは指示薬のシミをつけないようにするものであるから、割烹切り以上の意味はない。また、試験管で反応させることは稀で、通常はガラス器具を組み立てて実験する。ありがとうございます。